電気工事士の見習いのゆっこちゃんです。今日は私の、お家のね、近くの現場に来て、一軒家の配線器具の取り付け作業に来ています。今日は私の大好きなストリッパーでの作業です。今日も一日頑張りましょう。部屋の壁がピンクでね、このピンクの壁をバックに親方がね、撮影したらいいんじゃないかって言ってて撮影してます。はい、ストリッパーで抜きましたよ。でこの扉を開けると、なんと昨日髪の毛を切った親方がいるんですね。ほら、髪切ったんだよ。髪が短くなりました。ますますイケメン風になりましたよ。今日のイケメンくん。何ですか？え？今日のイケメンくん。はい。すいませんね、親方。帰るって言って、もうわらわら車に乗っちゃって、後片付けまでさせちゃって、どうもすいませんでした。